旅で紹介流山。この動画は実際に食べに行ってきた流山の店をご紹介させていただきます。このチャンネルでは千葉県流山市とその周辺地域の情報を少しずつ投稿していきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。今回は流山市下にある管理栄養士のビストロエイゼンさんをご紹介させていただきます。管理栄養士のビストロエイゼンさんは流鉄流山線流山駅から徒歩4分のところにあります。お車でお越しの方は近隣のコインパーキングをご利用ください。営業時間ですが、月火水曜日は11時から15時、土曜日日曜日は現在13時から18時、定休日は木曜日金曜日になります。新型コロナウイルス感染拡大のため営業時間定休日が変わる場合もございますので、ご来店時は事前にお店の方へご確認いただければと思います。今回食べてきたメニューは減塩ランチ肉料理のプレート900円です。今回のプレートは豚肩ロースのオイスター玉ねぎソース、押し麦ご飯、温かい野菜料理、彩り野菜ジャガーリックネーズ添えになります。このメニューですが、しっかりとボリュームがあるのですが、全部で583キロカロリーととてもヘルシーです。塩分も 1.4 グラムと少なく、野菜の総量も 189 グラムと1食で必要とされている量の 1.6 倍摂取できるという、しっかり食べられるのにヘルシーというセットです。エイゼンさんのこだわりとして減塩でヘルシーなのに味がしっかりとしていて美味しいということです。これは真空調理法を応用したエイゼンさん独自の技術で、減塩だけどしっかり味が感じられるようになっています。他にも化学調味料を使用しない、調理加工済みの食品を使用しない、素材の下処理をしっかりと行っている、衛生面を考え徹底した温度管理を行っているなどのこだわりがあるそうです。健康に気をつけているけど美味しいご飯が食べたいという方にぴったりです。またお持ち帰りのヘルシー弁当も販売されておりますので、よかったらお問い合わせしてみてください。また今回もお店のイラストを描かせていただきました。今後もこのような形でお店のご紹介ができればと思います。動画の内容が良ければ高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回は流山市下にある管理栄養士のビストロエイゼンさんをご紹介させていただきました。お店が気になった方、一度足を運んでいただければと思います。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。